これはデモ音声です。写真拡大。日本ハムの新庄剛志監督ビッグボスが8日沖縄国頭村で行われている秋季キャンプを視察した。これはデモ音声です。視察中には選手と集合写真も撮り、すかさずインスタグラムにアップする、さすがの発信力の高さを披露した。株式会社 AI が提供するデモ音声です。午後4時40分の時点で約4万3000件のいいねがつくなど反響を呼んでいる。これはデモ音声です。監督就任会見では、できたら試合中にインスタライブとかさせてもらったら最高かなと SNS を活用した情報発信に意欲的だった新庄監督。株式会社 AI によるデモ音声です。公式戦ではできないことでも、自チームの練習キャンプならば可能なことも多くあるため、今後もこうした投稿には期待できそうだ。